ンネル TES の先行フローということで、本日はゲストに松井さんにお越しいただいております。松井さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。松井さんは TES の内定者ということなんですが、お間違いなかったですか？はい、間違いありません。ありがとうございます。では今回は TES の先行フローに関して、インタビューしていければと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。まずは TES のどういったところに魅力を感じて志望されましたでしょうか？したね、話になってしまうかもしれないですけど、シンプルにまあ年収が高いというところですね。はい、以外に挙げるとすればどれが上がりそうですか？そうですね、まあ、自分自身、まあ、営業職っていうところに興味があったのももちろんなんですけど、まあ、キーエンスさんの営業の形態ってやっぱりそのコンサルティング型というか、まあ、そういった工場 の課題を見つけて、それに合わせた商品を提案していくという形で、まあ、要はあの工場の課題解決になってるっていう部分で、まあ、そういった課題解決の仕事にも興味があったので、志望させていただいたという感じです。ざっくりキーエンスの選考の流れをお伺いしてもよろしいでしょうか？まずは有名だと思うんですけど、最初に20秒 の今年はコロナだったので録画面接というか、はい、で、その後に SBI、 こちらはテストセンターで受ける形なんですけど、またそこから一次面接、二次面接、最終面接という形で選考プロは進んでいく形になります。キーエンスとかの選考で特にケースだったりとか説得面接だったりとか、有名なのちらほら独特のやつあったりとかすると思うんですけど、ここ苦戦したなっていうのあったりされます？松井さん的に。そうですね、やっぱりその二次面接のまあ要素面接の部分ですかね。自分としのお題としては、なんかあのウェブのこう、まあ、今も使ってるんです、会議システムのメリットデメリットを上げようっていうものだったけど、そこで思った以上の深掘りをされてしまって言葉に詰まるっていう場面もあったので、そこはちょっと大変だったなというふうに思いましたね。この要素とか来るのってある程度想定はできてるわけじゃないですか、受けていく中で、はい、どのように対策されましたか？これもう正直言って、そういう要素面接があることはもちろん調べてはいたんですけど、もうと言ってもなんかどうにもすることできないなと思ったので、もうある程度どちらかというとも自然体というか、特に何も対策はせず、もうリラックスして面接を受けに行ったという感じですね。こう面接を進めていく中で、まあ、要素しかり最終面接しかり、特にこう印象に残ってる質問とかってございますか？二次面接最終面接で共通して聞かれたのは、就職活動の軸っていうところは聞かれていて、そこはちゃんと答えれるようにしていたのと、あとはそのキーエンスの面接って一次面接から最終面接まで面接の前にフェイスシートっていうものを書いて、まあ、それを面接官に渡して、それをもとに質問をされるっていうのがあるんですけど、まあ、それはなんか1次2次最終と別々のものだったので、まあ、それぞれなんかちょっと変わった質問が来て印象深かったなっていうのはあります。ちなみにフェイスシートって何ですか？まず1次面接だと、まあ、自分が印象に残ってるのは、営業のタイプが A から D まで4つほどあって、それぞれキーエンスの中で活躍してる人の特徴が書かれてるんですね。例えばなんかフッカルでいろんなとこに足を運んでいて、まあ、お客さんから可愛がられるタイプだったりとか、もう圧倒的に負けず嫌いで、もう 何事にもナンバーワンを目指すタイプとか、まあ、そういった4つのタイプがあるんですけど、まあ、それを自分自身に当てはまる順に並べ替えてくださいっていうのがフェイスシートとしてあって、それを面接の際に、なんで1番がこれなんですか、2番目がこれなんですかっていうふうに質問されたっていうような形です。なるほど、ありがとうございます。選考を通してどんなポイントが見られてると思われましたか？そうですね、やっぱりその論理的に答える力っていうのと、あとはやっぱりその自分自身の性格思考とか、そういった部分がまあキーエンスさんの営業職にマッチしてるかっていうのは見られてたんじゃないかなというふうには思いましたね。マッチしてるよってアピールするために努力したこととかあります？そうですね、やっぱり営業も元気の良さっていうのは大事だったので、まあ、先ほどのインタビューでも申し上げたんですけど、やっぱりそのファーストインプレッションであったりとか、会話の語気だったりとか、まあ、そういった部分は意識するようにはしています。なるほど、ありがとうございます。その際の面接やグループディスカッションで特にこれ意識しましたよって、重複しちゃうかもしれないんですけど、何か意識されたことございますか？やっぱりその面接官の質問の意図だったりを汲み取るのももちろんそうですし、まあ、あとはやっぱり結論ファーストで答えるっていうところはもうすごく意識した部分ではあります。選考で一番苦労したことはズバリ何でしょうか？どういった深掘りをされるかっていうのが分からなかったので、まあ、そこに関しては対策のしようがなかったので、まあ、もうある種もうあ
心構えしながらもリラックスというか、なんか自然体で臨むようにはしてました。なんかこれが頑張って準備したよみたいなのってあったりされます？でもやっぱり就活全般で人と多く話す機会をなるべく設けるようにはして、 OB 訪問とかで設けるようにはしていたので、やっぱりその人と会話した場数っていうのは絶対に生きてくるなというふうには思ったので、そういったところはまあキーエンさんのみならず、まあ共通して対策したっていう形です。就活始まる前と今で自分が変わったなと思うようなところってあったりしますか？もちろん社会人の方とお話しする際に、まあ、その人なりの、まあ、先ほどのお話とも被るんですけど、こだわりだったりとか、まあ、決断の背景みたいなところって絶対なんか自分に勉強になるようなヒントがすごく隠されてるなっていうふうに思ったので、やっぱりそのただただ人の選択行動っていうものをそのまま捉えるんではなくて、その部分にある背景っていうのを知りたいなっていうふうに思うようにものすごくなりましたね。これ直接聞かれるんですか？その意思決定の要因とかっていうのは毎回バックグラウンド聞くようにされてたんですか？それともなんか流れとして把握できることが多いのか、どんな感じでキャッチアップされるんですか？それは逆質問の時でしたりとか、まあ、やっぱりその OB 訪問の時は意識してそういった方のバックグラウンドだったり、まあ、決断の背景っていうのを意識して聞くようにはしていました。それってちなみにどう生かされましたか？就活に志望動機につながる部分であったりとか、例えば、まあ、それこそ聞いて高梨でちょっと印象に残ってるのは、やっぱりその大企業かベンチャーかみたいなところで、大企業のいいところっていうのはそのマーケット自体が抱えてる課題を使命感を持って解決できるのが大企業のいいところで、やっぱりベンチャーとしてはやっぱりその上に追いつけ追い越せっていうのが目標として挙げられてるので、そういった本質的な課題解決を行っているのは大企業なんじゃないかっていうふうな意見をお聞きしたことがあって、ああなんかそれはすごい面白い観点だなっていうふうに思ったことがあったので、まあそういった部分で、まあなんかその人の考え方っていうのはなんかすごく勉強になる部分が大きかったかなというふうに思いました。ではラスト、最後にキーエンスを目指す就活生にアドバイスをお願いします。2つほどで、まあ、これは選考全般に関して言えることなんですけど、相手にまあ自分の考えであったりとか、まあ、そういったことを分かりやすく説明する、まあ、練習、まあ、そういった OB 訪問だったりとか、まあ、そういう人と話すときにも自分の意思を分かりやすく伝えるっていう練習をすることと、まあ、あとはキーエンスさんはすごい付加価値を大事にしていらっしゃる会社さんなので、まあ、身の周りにあるものの付加価値を考えたりとか、まあ、あとは周りで、まあ、そういう営業に向いてるなって思う人の、まあ、特徴であったりとか、まあ、そういったところを普段から考えて、まあ、それを自分に吸収してそれを発揮できるようにしておくと、すごい面接では有利なんじゃないかなというふうに思いました。それでは、本日は松井さんにお越しいただきまして、キーエンスの選考フローについてお伺いしました。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。